高齢少子化の原因の一つってこの家族制度にあるんだと思うんですよね。この古臭い制一一制の家族制度、うん、ハロー YouTube! 先日あの広末涼子さんの、えー、不倫問題ですかそれについていろいろ解説する動画撮ったりとかしたらですねもう本当になんかこう不倫は絶対許さない。 不届き者派からですね、総攻撃を受けてですね、大変なことになってるんですけども、コメント欄が荒れてんな、みたいな。なんであんなここぞとばかりに不倫を叩くんだろうなって僕はちょっと思うんですけど、そもそも、まあ、僕の周りで結婚してる人で、不倫してない人って、あんま見たことないんだよね、逆に。あの、俺は逆に、 前の奥さんと別れた時にもうなんかその浮気とかめんんどくさいじゃんだからもう別れちゃった方がいいじゃん他に好きな人ができたんだったら別れた方がいいじゃんとかって思ったりとかしたんであれなんですけどいやみんな何なんで離婚しないのかな逆にって思っちゃうぐらい不倫してますよね結構びっくり「ええー、君不倫してんの?」みたいな。 割と僕すっごい普通のことだと思うしまあ3組1組ですかはあの離婚するらしいんですけれどもそのうちの半分以上は離婚予備軍なんじゃないかなと思いますねだから本当に本当に浮気もせずにですねあの配偶者と愛し合ってるみたいなずっと夫婦ですみたいな感じの人って23割ぐらいしかいないんじゃないかなっていうふうにあの思ってるんで。 なんでそんな叩くんだろうなって僕は思っちゃったりとかしたんですよね。であの高齢少子化の原因の一つってこの家族制度にあるんだと思うんですよね。この古くさい一夫一妻制の家族制度。これはあの太陽の運行に起因してるというふうに言われてるんですけれども、まあ、要はあの田畑をね守らなきゃいけないんで田畑っていうのは1年。 作作放棄すするととですね次の年ちゃんとあの作物が育たないんですよねなので毎年こう耕し続けなきゃいけないし年を取ったら昔はねあの自動で動く農機具なんかもなかったんで全部あの人間の手でですね耕して作物を植えて刈り取って加工してなんてことをやらなきゃいけなかったんで重労働で家族総出でやらないと死んでしまうと。 しかもですね年を取ったらそういう労働ができなくなるんで子供を作って子孫を繁栄させるっていうのがお題目だったわけですよねつまりそれをやらないと死んじゃうわけですよだから一夫一夫妻制制のの結婚制度っていうのがでできたわけですよねだからたまたま生まれたね長男がなんかモテなくて結婚できないみたいな話になっちゃうと困るじゃないですかだけど武士の人たちなんか昔から田畑耕してないんで側室を作ってまあ要は。 一夫多妻制だったわけですよねだから通常そのもう太陽の運行から支配されてなくて農作物を作らなくていい場合っていうのは一夫一妻制の家族制度って別にいらないんですよだから今の現代人っていうのは一夫一妻制の家族制度っていうのは逆に邪魔なんですよただ昔からそうしてるっていうだけで惰性でみんな一夫一妻制の結婚制度を守ってきてるだけの話であって その辺ある程度自由恋愛にして社会で子供を育てるみたいなそんな感じにすると少子化問題も僕は解決されるんじゃないかなっていうふうに思います。だってさめんんくさいじゃんなんかあんまり好きで亡くなった旦那とかとずっと一緒にいなきゃいけないのかって思うと嫌だしで家族がかわいそうだ子供がかわいそうだなんていう話をしたりとかするけど社会全体で育てる。 えー、両親が離婚しても関係ないっていう風な社会の雰囲気になってしまえば別に離婚したって子供の教育問題とかあの子供がかわいそうだとかそういう問題もなくなるわけじゃないですか今は一夫一妻制の結婚制度が前提にあるからだから皆さんなんか子供が両親が離婚したらかわいそうだなんていう話になっちゃうんだけどそれが当たり前になればですね 別にあの今ねママが好きな彼氏はなんか自分のパパとは違うんだみたいなのが当たり前だったら別に何も恥ずかしいことないし何も嫌なことはないわけじゃないですかその辺でうまいことお金が回るような仕組みをですね考えれば僕はいいと思うんですよねでその方が僕は精神衛生的にもいいと思うんですよだって好きで亡くなった夫婦生活を続けることほど辛いことはないですよ僕もだって離婚 あの直前とか嫌だったもんね家帰るのだから離婚しましたけど離婚するのもまあお金はある程度ねその養育費を保障するとかそういうお金の面で僕はケアができたんですんなり離婚できましたけどこれお金のケアできなくなったらほんとすんなり離婚できないですからね相手が嫌がったらもうずっとダラ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 とあのー、なんか離婚するための裁判とか調停とか続くんですよもう最悪ですよね なんかだから何であんなにその広末涼子の不倫を叩くんだろうとかその不倫をされた相手がなんかかわいそうだとか言うんだけどそれお前好かれなくなったんだからしょうがねえじゃん諦めろよとか思うんだけどなんでそんななんか未練たらしいあの離,婚会離婚会見じゃねえななんか浮気されました会見みたいな開くのかなとかって僕は逆に。 なんか男らしくねえなとかって思っちゃったりもするんですけどもはいなのでもうそんな好きじゃなくなった人たちっていうのはさっさと別れりゃいいと思いますよ僕はなんか不倫とかしなければいけないようななんかこう社会制度そのものをそろそろリセットした方がいいんじゃないかと社会的に僕はもう必要ないんじゃないかなと思ってますんであの結婚したい人は勝手に結婚すればいいですけれども僕はそんなに。 どうしても結婚したいっていう人はあんまり多くないんじゃないかなと思ってるんですよね。ということで社会全体の考え方が変わればいいと思いますが、えー、どうせこの動画にもですねアンチコメントが山のようにつくと思いますけれどもいってらっしゃい何でそんな,なんか二連太らしいあの離,婚会離婚会見じゃねえなんか浮気されました会見みたいなの開くのかなとかって僕は逆になんか男らしくねえなとかって思っちゃったりもするんですけども。